まさかお城で働けるなんて。今、なんて。明日から俺と。あんたは黙ってて。正影様、先ほどおっしゃったことは本当でしょうか？ああ、明日よりお前たちは安次様付きの使用人だ。よいな。私、何か不義理なことを？まさか。もしかしたらあのことかも。ああ、ひょっとしてあの時の？もしくは…おい、いい加減戻ってこい。正影様、こいつ任務でさっき帰ってきたばかりなんですが。お前には説明していなかったか。何のことでしょうか。すまない。お前には話しているものと思っていた。どういうことですか。寮内に不審人物が侵入したと知らせがあった。何者かは調査しているが、大事が起きてからでは遅い。それに殿が狙われてるって噂もあるんだよ。出所はまだ分かってないけどな。関係性は不明だが、念のため警護を強めておこうと思ってな。では安次様の警護を。そうだ、深夜と共に安次様の警護を任せたい。不審な者がいないか、くれぐれも監視を怠るな。はっ、心得ました。深夜も分かったな。は、城の者たちは危機感が薄い。お前たちの働きに期待している。は、よかった。ま、そういうわけだから足引っ張んじゃねえぞ。そっちこそ。お前たちは実に仲がよくありません。ああ、ふん。でも一度お城勤めとかしてみたかったんだよね。あ、いけないいけない。今日も何事もなければいいのだけど。あれは。大変なんです。何かあったの？
サダチカ様がまたいなくなっちゃったんです。え、また？はい、また逃げ出したのね。しょうがない方、私も探すの手伝ってあげる。本当ですか？ありがとうございます。はあ、どこを探すべきか。よーし、神妙な顔してどうした？深夜、おはようございます。正影様。ああ、何やら二の丸が慌ただしいようだが、何かあったのか？それがまた貞近様が逃げ出されたようで。またか。ああ、それで騒がしいのか。お前はここへ探しに来たと。はい、目ぼしい場所はすでに久野たちが捜索をしたようなのですが、未だ発見の報告はありません。そうか。でもよ、この辺りにはいないと思うぜ。そうですか。この辺りの捜索は私たちに任せて、お前は予想を探しなさい。そうそう、俺も気に留めておくしさ、見つけたら踏んづかまえてやる。深夜、口を慎め。はーい。では他の場所を探しに行ってみます。どこに行ったのかしら。お部屋に戻ってるといいのだけど。おはよう。おはようございます、宗安様。
お前も定地下探しかい？はい、何食わぬ顔でお部屋に戻っているんじゃないかと思って。それはありそうな話だね。宗安様はどちらへ？道場で体を動かそうと思ってね。部屋にこもっていたのでは腕も鈍ってしまう。時間があるなら君を誘おうと思ったんだが。申し訳ありません。いやいや、謝るのはこっちの方だ。愚帝が世話をかけているね。そんなこと。宗安様、独り占めするなんてずるいですわ。菊千代さん。はい。いきなり女子に抱きつくのは男として少し無節操ではないか。あら、これでも心は女子なんですよ。女同士ですもの、これくらい問題ありません。ちょっとは。どうしよう。そのくらいにしてやれ。本気で困っている。もうしょうがないわね。はあ、ありがとうございます。いいんだよ。ところで菊池よ、定近を見なかったか？ああ、またお逃げになったそうですね。本当に困った弟だ。皆で探してるのですが見つからなくて。ひょっとして城にはいないんじゃないかしら。え？それはあり得るね。もしかしたら町へ行ったのかもしれない。ありがとうございます。町に行ってみます。迷子になっていないといいけど。こっちだ。おい、何かあったのかしら。まさかね。さっきまでの威勢の良さはどうした？やっぱり。こっちは3人、もう逃げられねえぞ。僕をどうしようって言うんだ。私が入って戦力は2対3。いや、黙ってこっちに来い。離せ。考えてる時間はなさそうね。その手を離しなさい。なんだてめえ。ふっ、うっ。お前、お怪我はありませんか？ない。そうですか。みんな心配しております。早く戻りましょう。てめえ、ごちゃごちゃとうるせえぞ。ご安心ください、必ずお守りしますから。女一人で何ができる。次はお前行け。
引け。俺が相手をする。後から出てきて何様だ。ここは俺たちが。くだらん。うわ、この男邪魔だ。下がれ。しまいだな。来ないのか。ならばこちらから参る。早い。大丈夫？はい。そう、それはよかった。つまらん。君も無茶するね。ありがとうござ…あれ？俺の顔、忘れちゃった？あ、ひどいな。俺は君のこと、一度も忘れてないのに。なんてね、冗談だよ。え？困った顔が可愛くて、ついね。城内で一度挨拶はしたんだけどね。そうなんですね。申し訳ありません。謝らなくていいよ。挨拶したのも最近だったし。俺の名は茂久。まあ、これを機に。え？お近づきになりましょう。だけどその前に、どこへ行かれるんですか、定近様。ちょっとそのあたりは。そうですか。でもそれはまたの機会にしていただきます。どこに行こうと僕の勝手だろ。勝手に城を抜け出してさらわれそうになっていたのはどなたですか。彼女がいなければ今頃どうなっていたでしょうね。あなたの姿が見えないと大騒ぎになってますよ。いいんですか？わかった。戻るよ。きっと奥方様のお説教だろうな。そうですね。それじゃあ、俺は宗安様に報告してくるよ。はい。定近様が無事に見つかりました。そうか。結局どこにいたんだ。町に行ってたの。男たちに追われてたところを偶然私が見つけてね。追われていた？はい。身なりは三下のようでしたが、縄を用意していたところを見ると計画的な犯行かもしれません。そうか。念のため定近様に一人護衛をつけましょうか。そうしてくれ。また逃げ出されても困るからな。
わかりました。早速手配してきます。怪我はないか？はい、定近様には傷一つなく。違う、お前の方だ。え？私ですか？その分なら怪我はなさそうだ。だがくれぐれも忍びであることを知られぬように。はい、心得ております。では持ち場に戻れ。はっ。そういえば何か、もしかして四つの鐘？大変！食事の支度！雨が降らないといいけど。深夜。ああ、どうした？時間が空いたから手合わせでもどうかなって。そっか、だったら。ああ、ここにいらっしゃったんですね。先ほどから宗安様が探してましたよ。私を？はい、わかった、すぐに行くわ。伝言ありがとうね。いいんです、それよりも早く行ってあげてください。うん、そうする。なんだよなんだよその反応は。サボってないで持ち場に戻った方がいいんじゃないですか。ケイさんも桂木様に怒られていたようですし。今は休憩中だからいいんだよ。ふーん、そうですか。それでは私は行きますね。たく。呼ばれてるみたいだから私行くね。待て、俺も行く。え、なんで？俺も行くから。うん、わかった。とうとう降ってきたな。そうね。宗安様、お呼びでしょうか？待っていたよ。入っておいで。はい、失礼いたします。あれ、深夜。俺は付き添いです。付き添いね。せっかくだからお前も参加しなさい。え、参加？今日はこれをやろうと思ってね。花札ですか？そうだよ、稽古が急遽なくなってね、ちょっとした時間つぶしにでもと思ってさ。へへ、そういうことなら付き合いますよ。
相手が殿様の息子だろうが容赦しませんよ。そう来なくちゃ面白くないね。花合わせでいいですか？構わないよ。お前はどうする？やるか？私は不正がないか見てるよ。退屈ではないか？大丈夫ですよ。その代わり不正は許しませんから。そうか。ならば今度やるときは君が相手になってくれるね。わかりました。待たせたね。いいですか？構わないよ。先行は深夜、お前に譲ろう。後悔しても知りませんよ。そうなると良いがな。いざ。参りました。ありがとうございました。引きは良かったのにね。ああ。どうする、深夜、まだやるかい？もう一勝負と言いたいところですが、そろそろ持ち場に戻る時間なんです。そうか、それでは仕方がないね。食えない人だよな。そうだね。正影様の次に侮れないぜ、ほんと。早く帰りたい。失礼いたします。殿、昼毛の用意が整いました。殿、お食事の用意が整いました。失礼いたします。安嗣様、お食事の。こういう時は
ち着いて。おい、どうし、深夜。違うの、私。分かってる。俺はお前が犯人だなんて思ってないよ。深夜。隠し事ができるほど器用じゃねえし、お前のことは俺がよく知ってるさ。それとも相棒の言葉が信じられないか。犯人は見かけたのか。ううん、私が来た時にはすでにこの状態だったの。そうか。とにかくお前は正影様に報告を。ここは俺が何とかするから。ううん。何をしてるんです？お食事が冷めてしまいますよ。え、久野。何かあり、ここは奉行所。最初に発見したのはあなたですね。はい。食事の知らせに向かったところ、倒れている姿を発見したということですが、間違いはありませんか？間違いありません。犯人の姿は見ましたか？いいえ、誰も見ていません。本当ですか？本当です。偽りの証言はあなたの首を絞めるだけですよ。私は事実しか述べておりません。自分は無実だと？はい、私は殺しておりませんし、安嗣様を殺す動機もございません。なるほど。よろしいですか？どうした？これで聴取は終了です。あなたの身元は筆頭家老
桂木正景様がお引き受けすることになった。表に迎えが来ている。こっちだ。行くぞ。正影様が待ってる。うん。正影様に何とご報告すれば。桂木のお屋敷？どういうこと？さっきの事件でお前の任務は解かれたんだ。え？城勤めは本日で終了。屋敷に戻れとのことづてだ。ああ、そっか。宗安様や正影様はお前を残すように進言してくれた。でも奥方様は聞き入れてくれなかったんだ。しばらくは屋敷で沙汰を待つみたいだ。うん、分かった。何をしている？正影様。入りなさい。大丈夫か？うん、大丈夫。本当に無事でよかったわ。宗安様も痛く心配されてたわ。ここに来ようとしたんだけど、八重様に見つかっちゃってね。宗安様が。それにしても油断したものだな。申し訳ありません。頭を上げろ。ですが、すでに起きてしまったのだ。お前を咎めたところで殿が戻ってくるわけではあるまい。お前の任務は先ほど解いた。金輪際城への出入りはできないと思え。はっ。ケイカちゃんがいなくなると寂しくなるわね。
しばし黙っていろ、菊池よ。何よそれ、失礼しちゃうわ。今のお前は大名殺しの容疑者だ。くれぐれも忘れるなよ。はい。だが下せぬのだ。何故お前を犯人に仕立てたのか。そう、それよ。私も不思議に思ってたのよね。だって殿の命を狙ってる人間なんて山ほどいるじゃない。口を慎め。もう冗談よ冗談。それならこいつがボサーっとしてるんで犯人として適任だったとか。意外にそういうとこあるもんね。そこまでにしておけ。はいはい、分かってるわよ。本当に真面目なんだから。しかし気になりますね。誰が貶めようとしたのか。ひょっとしてあんたを貶めようとする誰かさんとか。さてな、心当たりが多すぎる。それもそうね。俺は重久さんが怪しいと思うんですよね。え、なんで。あの人最近来たばかりだろ。なんかつかみどころがないっていうか、うさんくさいっていうか。ここで詮索してもしようがない。ケイカ。はっ。分かっているな。心得ております。必ずや犯人を探し出してみせます。深夜。分かってますって。こいつは俺の相棒です。嫌疑をかけられたままなんて俺が納得いきません。面白そうじゃない。私にも協力させてちょうだい。深夜、菊千代さん。誰が殿のお命を。必ず犯人を見つけてみせる。やっと会えた。重久さん。大変だったね。まさか君みたいな子が殿を殺すなんてね。私はやってません。やってないって絶対に言い切れる。はい。まあ、言葉ではどうとでも言えるよね。俺はね、最初から怪しいと思ってたんだ。君と信也君、そして桂木正景を。桂
この人は何者？そうそう、警戒しといた方がいいよ。だって俺は君を疑ってるんだから。でも安心して、俺がそう思ってるってだけだからさ。もし犯人を探す気があるなら声をかけてよ。俺は女の子の味方だからね、協力は惜しまないよ。それに君がどうやって犯人を見つけるのか興味があるしね。疑ってるのはこっちの方よ。本日より屋敷で謹慎となる。八重様からのお達しだ。我慢してほしい。はい。城の中のことは俺が調べてやるからさ。その元気出せ。深夜。絶対に犯人を見つけようぜ。ありがとう、深夜。別に礼を言われることじゃねえよ。そうだった、お前にこれを。何でしょうか。散歩ならば仕方ない。だってさ、よかったな。少し気を張りすぎているね。宗安様、どうしてこちらに。君のことが心配でね、様子を見に来たんだよ。お城の方はよろしいのですか。母上がいつになく奮起していてね、葛城たちが困っているくらいだよ。それよりも相手をしてもらえるかな。ぜひ。お願いします。
気がない。弱気になれば負ける。さすがですね。綺麗な立ちさばきでした。ありがとう。だが他の国には猛者がたくさんいると聞く。私もまだまだだ。それより菊千代から話は聞いたよ。本当に犯人探しをするのかい？はい。このままでは私が納得できませんから。そうか。ならば私も力を貸そう。何をおっしゃるんですか。危険な相手かもしれないのですよ。そんなことに宗康様を巻き込むわけには。危険なのは重々承知している。だがな、君が追おうとしている犯人は父の敵でもある。私は犯人を許したくはないんだよ。宗康様。それに君の力にもなりたい。ありがとうございます。そう言っていただけるととても心強いです。何かあれば遠慮なく言ってくれ。その代わりと言ってはなんだが。はい。またここへ来てもよいか。ほう、私は構いませんが。城の者たちは私が相手だと臆してしまうのだ。それに君たちのような実戦経験のある者と練習がしてみたい。それではまたな。あ、時間。1、2、7つ。どちらに行こうというのです？おたきさん。謹慎と聞いておりますが。少し散歩へ。さようですか。それではこれをお持ちなさい。先方にお渡しするようにとのことづてです。ありがとうございます。それでは気をつけてお行きなさい。はい、行ってまいります。
いらっしゃい。おや、久しぶりですね。ご無沙汰してます。葵さんはいらっしゃいますか？はい、旦那様でしたらいつものお部屋にいらっしゃいますよ。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。え？その包み旦那様にですよね？ああ正影様のお気持ちです。毎度ありがたいことです。葛城様にもぜひよろしくお伝えください。わかりました。空いていますよ。失礼いたします。来る頃合いだと思っていましたよ。お久しぶりです、葵さん。主からです。いつも悪いですね。葛城の旦那によろしく言っといてください。で、安次様殺害の件で来たのでしょう。なんでもあなたが犯人にされたとか。不覚ながら、しかし私は無実です。ああ、力説せずとも分かっていますよ。あなたは命令でしか人を殺めない。それは今までのことでよく理解してます。来ていただいて悪いのですが、こちらも調べに入ったばかりで情報はわずかになりますが、それでも構いませんか？はい、お願いします。わかりました。死因は毒物。どうやら飲んでいたお茶に混入されていたようですね。お役人の情報なんで、まず間違いはないでしょう。ま、奉行所もあなたが犯人だとは思っていないようですがね。奥方様がやいのやいのとうるさいんで仕方なくということらしいですよ。まったく役所仕事も大変ですね。と、今はこれくらいですかね。明日も来てくれるなら何かしら用意しときますが。わかりました。ではまた明日来ますね。お土産までいただいて、これだけの情報では。気にしなくていいですよ。葵さんには日頃からお世話になってますし。そうです、最近辻斬りが出没しているのをご存知ですか？それとなく耳にしたことはありますが。最初は無差別に殺していると思われましたが。そうじゃないんですか？ここ数週間の辻斬りには共通点があるんですよ。共通点？はい、毎日同じ時間に同じ場所、そして若い女性。あなたと同じ年頃の女子が狙われているそうです。くれぐれも夜道は気をつけて。城内は厳重に警戒されている。
警備のこともそうなんだけど、奥方様がやけに張り切っちゃってね。張り切りとは何をですか？後継ぎに決まってるじゃない。私たちは当然宗康様を推すんだけど、奥方様がね。あの人なんか企んでそうで怖いんですよね。そうなのよ。今まで宗康様を推してた何人かの家老は定近派に寝返ったみたいだし。そういえば、宗康様がいらっしゃったそうだな。はい、道場で少しお相手をさせていただきました。そうか。宗康様もよく城を抜け出せましたね。これでも警備は強化したんですよ。あの方なら警備をごまかすぐらい造作もないわ。でも城の現状を見れば、逃げ出したくなる気持ちもわからなくはないわね。柳家はどうだった？それが…だろうな。で、他には聞いていないか？あいつのことだ。それだけではないだろう。最近起きてる辻斬りは、若い娘が狙われているとか…辻斬りって、通り魔とか言われてるあれか？そうだと思う。まあ怖い。私も夜道は気をつ…菊千代さんなら大丈夫じゃないですかね。だってほら、若い娘に当て穴…だ…しんちゃん、続きを言ってごらんなさい。あははは…続きなんて…話を続けるぞ。深夜、あれを。はい、ただいま。これは？いいから見てみろ。城の見取り図だ。あと、地下道の経路も書いてある。地下道？そうよ。本来は青化けの方々が脱出時に使う抜け道なんだけどね。よろしいのですか？有事の際は使いなさい。鈍い子ね。真犯人を捕まえたいんでしょ？当たり前です。犯人探しに協力したいんだけど、奥方様が余計な仕事を増やしてくれちゃってね。ありがとうございます。失礼いたします。
どうした？ご報告したいことがございます。そうか。では少し待ちなさい。はい。このような時間にどうした？はい。お耳に入れておきたいことがありまして。いいだろう。そうか、重久が。正影様？重久の件は私が何とかしよう。はい。お前はもう重久に関わるな。え？この件は深夜に任せる。お前は自分のことだけを考えていればよい。ですが。これもお前を守るためだ。え？話は以上だな。部屋に戻れ。正影様。私を守るため。なんだろう。さあ、勝った勝った。殿様殺害の犯人は一体誰なのか。他国の刺客か、はたまた奥方様の乱心か。ほらほら、つったつった。この辺りだと思うんだけど。何やってんだ。え？なんだ、深夜か。なんだじゃねえよ。城のこんな近くで何やってんだ。ああ、下見をちょっと。なるほどな。悪いことは言わねえ。今日は帰れ。え？この辺りは警備が厳しくなってるんだ。下見は今度にした方がいい。わかった。今日はやめておくよ。ああ、それがいい。ねえ、なんで頭撫でるの？なんでって嫌か。嫌じゃないけど、子供扱いされてるみたいで。そっか。でもさ、お前撫でられるの好きだろ。え？あれ、違ったか。てっきり好きだと思ったんだけど。
まあ嫌じゃないならやってもいいよな。今日は戻るね。ああ、気をつけて帰れよ。遅くなりました。いいんですよ、遅れなんて。老子といっても暇人と何ら変わりやしません。しかし、あなたも苦労してるでしょう。情報集めですよ。うちも珍しく難航してましてね。で、うちで働く気はありませんか？ここは様々な人間が集まります。それこそお旗本やお役人、お武家様、アキンドからその筋の人まで。ですがね、うちには老舗という強みがあります。春を売らずともあなたの仕事は務まりますよ。はあ、前からね、あなたには注目していたんです。え？いかがです？お断りします。正影様を裏切ることはできませんから。わかりました。では本題に戻りましょうか。さっきも言いましたが、情報の集まりがよくありません。しかし約束は約束、お時間をいただいた分の情報はお教えします。お願いします。もうご存知かもしれませんが、城内は奥方様と家老たちで拮抗しています。これはあくまでも噂話なんですがね。何でも犯人は身内らしいとか。身内なんですか？どなたかまではまだ分かりませんがね。お話の途中に失礼いたします。ん？どうした？本当か？はい。至急葛城様に連絡を。直ちに。葵さん、何があったんですか？大変なことになりました。今宵宗安様が襲撃されるようです。相手は誰ですか？わかりません。しかし手引きをする者がすでに城内に入り込んでいるようです。そんな。今から向かえば間に合います。あなたはすぐに城へ。はっ。何をしてるんです？あ、その…少し真面目すぎるようですね。これは緊急事態なんですよ。うん、宗安様が殺されてもいいんですか？嫌な風。すぐ使うことになるなんて。よし。
ここね。嫌な予感がする。宗安様。お前は？よかった。ご就寝中のところを申し訳ございません。下級の要件があり参上いたしました。下級の？話を聞こう、中井。は、何があった？はい、宗安様のお命が狙われるとの情報がありました。私を狙う？患者がすでに入り込んでおり、手引きをしているようです。それで、君がここに？はい。それは、まことか？信頼できる筋からの情報です。私も、宣告聞いたばかりで。そうか。私が狙われていることは分かった。だが君はなぜここに来た？え？私は護衛対象ではないはずだ。それは。そうでなくとも城にはたくさんの護衛がいる。事件以降警備はさらに強化されたしね。君が来ずとも私を守る者は大勢いる。果たしてそうかな？何者だ？また会ったな。お前は嬉しいぞ、女。だがお前に用はない。引け。宗安様を狙うというのなら私が相手になります。ほう。いけない、私が。ご安心を。これでも忍びの端くれですから。それまで時間を稼がないと。その表情だ。もっともっと俺を楽しませろ。まさか。しまいだ。
が。大丈夫です。痛み半分、怯え半分ってところか。貴様、一体何者だ。黒炎。ん？黒に飛びと書いて黒炎だ。忘れるな。しませろ。何？彼女から離れてくれないか。脅しか。手を離せ。ならば。お前が楽しませろ。噂通りだ。何？お前の太刀は俺を楽しませてくれそうだ。ざれ言を。は甘い。いいぞ。黙れ。もっと俺を楽しませろ。何？宗安様。降参かな。黒炎。女、また会おう。ご苦労だったな。はっ。傷は大丈夫？大丈夫です。かすめただけですので。だが刃物傷だ。ちゃんと手当てをした方がいい。そうよ、私いい傷薬を持ってるから。今その必要はない。屋敷に戻るぞ。あ、はい。え？カツラギ、待ってもらえないか。何でしょう。まずはこの状況について説明を願いたい。それは今でなければなりませんか。はあ、現に私は命を狙われた、いわゆる当事者だ。聞く道理はあると思うが。警備を強化したと聞いたが、この失態どうするつもりだ。
まあまあまあ、ちょっと落ち着きましょうよ。重久、葛城様の肩を持つわけではありませんが、今日は一旦解散いたしましょう。なぜだ。俺はここに来るまで城の者に出会いませんでした。それが？まだ気づきませんか。これだけの騒ぎだというのに他に人が来ないなんて。何者かに計られたと。その通りです。それにこの場には安次様殺害の容疑者もおりますし。彼女は犯人ではない。事実はそうかもしれません。ですがこの状況を誰かに見られては元も子もありませんよ。ご理解いただけましたか。わかった。さあ奥方様がいらっしゃる前に。行くぞ。深夜です。連れてまいりました。ほら。あ、まさかげならまだおしろよ。よかったんですか。菊千代さんの仕事でしょうに。正影がいれば十分よ。私には宗康様をお守りする仕事があるんだから。確かにな。城から抜け出るのにお前がいてくれて助かったよ。ですよね。宗康様までこうだもんな。さて役者は揃ったことだし始めましょうか。始める。昨夜の説明だよ。宗康様が知りたいって聞かなくてさ。深夜聞こえてるよ。申し訳ありません。襲撃で狙われていたのは宗康様よ。いずれ知らなければならないことなんだし、いいじゃない。それにしてもまさか城にまでやってくるとは思いませんでしたね。しげちゃん、あの男を知ってるの？だってさ。私ですか？あの男は何者なんだい？黒炎と名乗っていました。黒炎？はい、黒に飛びと書いて黒炎です。黒炎。先日定近様が脱走された時にも彼を見かけたんです。違うでしょ。見かけたじゃなく命を狙っていたでしょ。その時はちょっと腕の立つ浪人だと思ってたんですけどね。まさか城にまで乗り込んでくる。じゃあその黒炎ってやつが安次様も手にかけたんですか。それはないな。え、なぜです。あの男は毒殺など姑息な手段はしない気がするんだ。同感です。回りくどい方法を取るならあの上等で。じゃあどうして宗康様を狙ったのかしら。
そりゃあ殿様が亡くなって宗安様もいなくなりゃ。しんちゃん。え、な、私なら平気だ。だがその考え方からすれば、黒幕は定近を祭り上げようとする輩に思えるが。そうです。だから俺は奥方様が怪しいと思うんです。それはどうかしら。奥方様の過保護っぷりは知ってるでしょ。わざわざ自分の子を襲わせると思う？偽装するためとか。少し無理があるかしら。そうっすよね。ご家老の誰か、そうだな、中立派の誰かが友倒れを狙ってというのは。家臣にそのような者がいればすぐに分かるはずだが。本当にそうですかね。手引きをした者がいる以上、二心を抱いた者がいないとは言い切れませんよ。あなたはどう思う？よかったら意見を聞かせてくれない？私ですか？そうですね。他の方という可能性はありませんか？他の？はい、城で働く者の中には他国から来た人間もおります。見当はついてんのか？それはまだだけど。そんなことだと思った。もう少し考えてから発言しろよな。深夜、あまり彼女を困らせてはいけないよ。そうそう、女の子をいじめちゃダメだよ。それじゃあまるで気があるみたいじゃない。なあ、菊千代さん。そうなのか、深夜。違いな、本当に。あ、冗談はよしてくださいよ、菊千代さん。なら彼女は俺が。絶対ダメ。ダメ。あの、先に進めませんか？そうね、横道にそれてる場合じゃなかったわ。自分はそうしたくせに。しんちゃん。いえ、何でもないっす。しかし第三者であった場合、揃いも揃って何を辛気臭い顔をしている。正影様、お城の方はよろしいのですか？ああ、私の出番はな。え？あとは任せた。私？今は食事をなさっている。あとは分かるな？測ったわね。測る？私が友を測るような男に見えるか？うん。ほう、そうか。あ、分かった、行きます。重久、お前も呼ばれていたな。そうですか。頼んだぞ。葛城様の頼みじゃ仕方ないですね。ほら、菊千代さん、行きますよ。もう分かってるわよ。葛城。ご安心ください。昨夜の件で休まれていると周知しております。そうか、すまないな。それで話はどこまで進んだ？それが、菊千代に任せた時点で予想はしていた。
今の話、葛城はどう見る？黒幕を特定するには時期尚早かと。確証を得るには圧倒的に情報が少なすぎます。私の出番ですか？そういうことだ、二人とも。はっ。葵に協力しろ。よいな。かしこまりました。一人忘れていないか、葛城。宗安様。私も喜んで協力するよ。お気持ちは嬉しいですが、昨夜のことをお忘れですか？進んで危険に身を投じるなど。私にはこの国で起きていることを知る権利がある。そうではないか？もちろんです。それに私なら大丈夫だ。何かあれば私を守ってくれるだろう。はい。当たり前ですね。お前たちの主は誰だ？あ、うん、こりゃ将来の殿様は大物ですな。葵。わかりました。ですが、私が危険と判断した場合、即刻手を引いていただきます。承知した。すまないな、葛城。で、葵さん、俺たちは何を手伝ったらいいんですか？そうですね、今のままでよろしいかと。この状況は何かと便利ですからね。そうだな。今まで通り信也君は城内を、あなたは町で情報を集めてください。はい、はい、城内は私も手伝うようにしよう。ありがとうございます。なら町の方は菊千代と重久に頼むとしよう。あの二人は顔が広いからな。助かります。そうだ、葛城の旦那、一つ提案があるんですが。提案？珍しいな。効率よく情報を集めたいとは思いませんか？回りくどい、はっきりと申せ。わかりました。彼女をしばらくここに預けてみませんか？なんだと？ご存知のように遊郭には深い情報が日夜飛び交っております。幸い身どもの店で春を売っている女郎はごく一部。これでも彼女の能力を高く買っているんですよ。俺は反対です。こんな危ない場所にこいつを預けるなんて、俺は反対です。正影様も宗安様も何か言ってくださいよ。いいんじゃないかな。私は賛成だよ。そう、賛成。町で集められる情報には限りがある。それに今は少しでも早く情報を揃えたい。違うか？それは他の店ならまだしも、ここなら安心。そうだろ、葵？おっしゃる通りです。葵さん。あの お前はどう考える？少しお時間をいただけないでしょうか？一晩だ。よく考えなさい。ありがとうございます。
それに陛下です、よろしいでしょうか。入れ。決まったか。はい。そうか、申してみろ。はい、柳屋で働こうかと思います。わかった、そのように手はずを整えよう。よろしくお願いいたします。正影様に限って。葵さん、陛下です。待ってましたよ。さあ入ってください。あれ、カツラギ様から文をもらいましてね。まさかうちで働いてくれるとは思いませんでした。嬉しいことです。体験入店も構いませんが、いっそうちで働き続けるというのは。旦那、おたわむれもそれくらいに。そんなんじゃ全く話が進みませんよ。もっと、そうでした、そうでした。まずはお前の紹介をしないとね。彼女はうちの花形花魁の辰巳太夫。はじめまして、辰巳と申します。はじめまして、慶香と申します。あなたには辰巳の心臓として入ってもらいます。辰巳のそばでそれなりに手伝っているだけでいいです。それなりにですか。春を売るのは勇者の仕事。あなたは自分の仕事をしなさいな。葛城の旦那と約束した手前、あなたに危険な真似はさせられませんよ。さて辰巳、あとは任せたよ。はいはい、分かっております。姉さん、ご用ですか。空色がこっち、山吹色がハエと申します。二人とも彼女をよろしく。え？オイラ？承知いたしました。え？ちょっと？こちらでございます。これから何を？わちらにお任せください。だから、はあ、
試着ができました。重久さん、それに正影様まで。葵さんの仕業ね。平野様、見とれていないで何か言ってあげたらどうです。ああそうですね、見違えたよ。いつもの姿も可愛いけど、こっちもそそられるね。そう言ってすぐ手をつけないでくださいよ。わかってますよ、俺も命は惜しいですからね。どういう意味かな。いいえ、何でもないですよ。葵、用事とはこれだけか。え？そうですが。そうか、くだらない用事でいちいち呼ばないでもらおう。私もそう暇ではないのでな。そうだ、重久くん、君は戻らなくていいのかい。俺なら平気ですよ、これから彼女の指導でしょ。だったら俺が。こっち、ハエ、平野の旦那がお帰りです。おいらん。はーい。ねえ、ちょっと二人とも、俺は彼女のために。家から帰るのです。だから客の代わりをしようとね。おとなしく帰るのです。今日は帰るけど、また遊びに来るからね。ちょ、すごい階段。ああ、やっと静かになりましたか。安心なさい、オイロン。葛城先生は照れてるだけですよ。さて、まずは車を案内しましょうかね。行きしろ、行きしろ。はいはい、今行きます。ご用ですか。こいつは雪城と言ってね、わからないことがあったら何でも聞いてやってください。よろしく。ああ、車の案内はまだですか。そうなんです、お願いしてもいいですか。了解です、それじゃあ行こうか。